こんにちは、吉成さん。まあ、人生は理不尽ですね。感染症が流行ったり、戦争が世界中に広がったり、なんかもしかしたら平和に気ままに暮らしてるのは池に浮かぶカモなのかもしれないですね。まあ、私たちはね、なんかこう見栄とか利権とかお金とか人の土地を奪おうと思ってなんかすごい争いを起こしてますけども、なんかね、やるせないですね。この日本にいてなんかこのドンパチっていうのは全部時代劇かなと思ったんですけども、まだまだ続いてますよ。まあ、私たちがね考えてる常識とか人の気持ちっていうのは本当に局地的にしか、そして瞬間的にしか通用しないのかもしれないですよ。でその貴重なタイミングでこの日本にいてインターネット回線があってね、自由にビジネスできる、まあ、そういう環境にいるんですよ。やっぱり悪いところに目を向ければ税金が高いとか、なんか教育システムが悪いとかいろいろ文句が出るでしょうけども、でもなんか地球上で最もチャンスを与えられてる民族は私たち日本人じゃないかなと思いますね。まあでもそうは言ってもね、近くには自由と権利が与えられてない国がわんさとあって、残念ながらそういう国はどちらかというと暴力的ですから、なんかね、そういった国からすでに自国で生産できないものは近隣諸国から略奪でもしないとやっていけないようなバランスになってるかもしれないですよ。そしたらね、私たちはね、おかげさまお互い様でやっている穏やかな民族ですから、そこにね暴力でもって攻めてこられたら、まあまあ話せば分かりますよみたいな感じでね。結局ロシアとウクライナの問題も拮抗してるうちは話し合いは成立しないんですよね。どっちかが有利とか不利に傾いてきたら、不利になった方が有利になった方の条件にどんどん譲歩していくって形ですから、ものすごくすっぱり言うとですね、ある程度の人が死んだら残りの人を生かすために折れるみたいな形が武力による制圧なんでしょうね、きっとね。本当に嫌になっちゃいますよ。まあでも企業同士も資本力とか権利関係で潰したり潰されたりだから同じなのかな。まあでもどんなことがあっても暴力によって人を言うことを聞かしたりとかね、それを見て見ぬふりするような周りの人がいたりっていう環境は私はおかしいなと思うな。けどやっぱり暴力の威力が強すぎて核ミサイル持ってると逆らおうにも逆らえなかったりね。だってそのロシアならロシアの国民ですら逆らえないような支配者がいるわけですから、じゃあ他の国からね何かしようと思ったら、もう完全にこれ内政干渉を堂々とやってねじ伏せた後に「やりすぎました、すいません」っていうふうに世界中で謝って、まあ、ロシアを分割統治して。そんな間違えた歴史はこれで終わりましょうみたいな、ちゃんちゃんみたいなストーリーにするしかないのかなと思っちゃうんですよ。で結局ね、今世界を統治するというか睨みを利かしてる自由な国アメリカでも、最初は民族を根絶やしにして、先住民族を根絶やしにしてアメリカ大陸をぶん取ったわけですからね。でなんかプーチンさんが言うんですよ。アメリカもね、我が国が核兵器を使うことをなんだかんだ言うけども、お前らの国も長崎広島で使ったじゃないかみたいな、ここでなんですよ。アメリカ日本はその歴史を振り返って、もうこんなことをしてはいけないと反省したんですよね。日本は結局最後には世界中を相手取って戦ってしまったと。最後の一人まで戦う意志が結局日本をズタボロにしてしまったという反省。アメリカも必要以上に徹底的に痛めつけて、で日本という国はこの地上から抹殺しようとしたんですよね。でアメリカだけじゃないですよ。アメリカに付随した世界中ほとんどの国がですね、それを知らぬ存ぜぬ決め込んだということだったんですよね。でその反省をもとにあれほどいがみ合っていた日米は世界最高の同盟関係を結んで世界のトップワンツーに君臨したという、そういう時代をね過ごしたわけですよね。だから歴史に学び痛めつけ合った間柄だからこそ強固な関係に築けたのかなと。でそれをやっぱりね世界中は教訓にしないといけないですよね。結局意地張って戦い合っても最後には強い同盟を組むほどまでにもう泣き別れになるというかね、複雑な表現ですけども、まあ、そう考えたらもう最初から仲良くしようよって話ですよね。まあ、日本にいればこうやって自由に今日もビジネスができてそれぞれ苦しみはあると思いますけども、理不尽に爆弾が落ちてきたりとか、理不尽に国の外に出ろって言われたり、理不尽に自分の家が急に燃え出したり、理不尽に自分の身内が気がついたら死んでいたみたいなことはないわけですから、なんか胸が痛いですよやっぱり。ちっちゃい子が泣きながらね住み慣れた家を追われて途方もない旅に出る様は、いや一体ね次にお風呂に入れるのはいつだろうとか、行った先におむつはあるだろうかとか、普段食べ慣れていたものはあるだろうか、きれいな水はあるだろうか、暖かい布団はあるだろうかとかね、いろいろ思うと結局はプーチンさんはねあったかい部屋でワインでも飲みながら戦勝報告を聞いてるんだろうなと思ったら、まあ本当にね理不尽ですよね。そして他人のふりしてこうやって私がね放送してるのも何とも言えない理不尽ですよね。どうしましょう。まあ、せめてしっかり稼いでみんなが豊かになる、そのみんなの先駆けになっておかないといけないと思いますけどね。いってらっしゃい。